フリードリヒカール・フォンサビニーフリードリヒカール・フォンサビニーは、ドイツのローマ法学者。近代司法の基礎を築いた法学者であり、大学教授、また、プロイセンの崇密顧問、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻の国軍でブレンターノは、ブレンターノ兄弟姉妹の一人、帝国自由都市フランクフルトアムマインで生まれる。祖先は、 第三回十字軍に参加したフランス騎士にまで遡れ、17世紀に遊具能であったために、ドイツに亡命して、財産を築いていた。名家であったが、12歳で父を失い、母も、そのショックで翌年に、死去、12人にいたとされる兄弟もこの時までに全員、死去していた。そのため、提出裁判所判事であった当園に引き取られた。 生前の母の勧めでフランス語を、育ての親の勧めで、法律学を学び、16歳で、マールブルク大学に入り、さらに、ゲッティンゲン大学でも学んだ。マールブルク大学では、ドイツローマ法史における最後の天下法学者だった、フィリップ・フリードリ・ヒバイス教授と出会い、ローマ法研究に関心を抱いた。1800年に刑法に関する学位論文で、 マールブルク大学から学位を受け、同大学での講師を経て、翌年には早くも、院外教授に抜擢された。1803年に、専有権論を発表すると、翌年から、ヨーロッパ各地を旅して、ローマ法の資料を収集した。門人で後に論的となるヤーコプグリムと出会ったのも、この旅の時であった。1810年に、新設のベルリン大学に招へされ、 二年後には、創立以来の初代総長ヨハンゴットリープ・フィフテの後を受けて33歳で総長に抜擢された。また、欧州中を旅行して文献を収集し、中世ローマ法師全六巻を表した。1813年、サビニーはわずか一年で総長を辞任したが、その頃ナポレオン一世の敗北を受けて、ナポレオン時代にドイツに導入された。 ナポレオン法典を排除すべきかどうか、仮に排除するとしてもその後に、旧来の法を復旧させるのか新たな法制を導入するのかが論争となっていた。サビニーも、この論争に加担して、1814年に、立法と法学に対する我々の時代の使命についてを表して、ドイツの法学は、民法典を制定するまで成熟していない。 法学を成熟させることこそ先決であるととき、アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーとの論争に勝利した。なお、サビニーが、統一民法典編纂に反対したのは、単に、ティボーの啓蒙主義的な理性法に対する、歴史法からの反対というだけでなく、政治的意図があった。そもそも、ティボーの主張にも、政治的意図があった。ティボーは、 統一民法典編纂により、ナポレオン戦争後のドイツの保守反動の動きに対抗し、ドイツ統一を願う国民主義的、自由主義的運動を擁護しようとしたのである。これに対し、サビニーは、両方体制を含め新生ローマ帝国の国政を基本的に望ましいものと考えており、また、新生ローマ帝国において通用していた。 自らの研究対象でもあるローマ法の延命、救済を図りたいと考えていた。また、当時の政治状況的にもプロイセン王国、オーストリア帝国、バイエルン王国などが拡挙している状況では、仮に、ティボーの主張が認められても実際の法典成立に至るまでの合意を獲得するのは、不可能であるとも見ていた。従って、サビニーにとっては、その時点における、 ドイツの方の分裂状態は、必ずしも克服すべき対象ではなく、そこから統一民法典編纂に反対したのである。歴史法学と呼ばれる方法に基づき、ローマ法の近代化に努め、現代ローマ法の体系全発汗などを表した。1861年に成去するが、彼の門弟たちは、いわゆるパンデクテン法学を発展させ、ドイツ民法典の基礎を築いた。 民法学においては、意思表示理論や法人犠牲説を提唱した。グリム兄弟の長兄であるヤーコップ・グリムは、マールブルク大学で、彼の歴史法学の方法論に感銘を受け、ゲルマン法、ゲルマン言語などのゲルマン研究に向かい、グリムの法則やグリム童話を後世に残した。だが、やがてグリムは、ローマ法も所詮は、外来の法律に過ぎないとして、 サビニーの歴史法学を批判する立場をとって、ゲルマニステン法学を唱えるようになっていくことになる。ありがとうございます。